どうもー、長崎県住みます芸人の長崎亭キヨちゃんぽんです。よろしくお願いしまむー。今回僕がやる鉄板ネタはですね、お祭りとか野外の営業の時によくやっているバリゴツカというネタでございます。ちなみにバリゴツカとは長崎弁でとてもすごいっちゅう意味なんですね。で、今回ね、ちょっとおしゃれにバリゴツカのカを歌っていう感じにね、変えてみました。それではバリゴツカご覧ください。どうも、長崎亭キヨちゃんぽんです。よろしくお願いしまむ。それでは皆さん、一つになるために声出し行くばーい。土曜のお昼はそう、昼時下丼ね。それではバリゴツカ聞いてください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。バリゴツカ、バリゴツカ、バリゴツカ、バリゴツカ。夕方の都議津町の渋滞、バリゴツカ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 。佐世保の人の長崎に対する対抗意識、バリゴツカ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 。創成館の野球部の太もも、バリゴツカ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 。昔コンプライアンスがなかった時代の長崎のタクシーの運転手、お客さん、福山雅治の実家も教えてやるけん。ほんと長崎バリゴツカ。あ、ビーン、今日のおいのネタバリゴツカった。どうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。